ニュービードローンハミングバードサクッとレビュー。ニュービードローンのもう一つの選択肢ハミングバードを紹介します。65ミリフラッシュドローン、ハミングバードフライトコントローラー、 VTX 一体で軽量設計となっています。ファームウェアはシルバーウェア、フリースカイレシーバー、 DSM 版も選択可能です。私は当然フリースカイ。ホックローチフレーム、ニュービードローンといえばもう定番のこのフレーム、軽さと丈夫さで多くのファンが存在します。屋内フライトテスト、例によってニュービードローンの BNF ドローンはプロポ側であらかじめスイッチのセッティングをしてしまえばあとはバインド作業だけすれば OK となっています。気をつけたいのは AETR の順番なのか TAER の順番なのかということ。プロポによってこの2種類のどちらかなので最初は室内できちんと確認しましょう。シルバーウェア慣れしているからでしょうか、メイデンフライトでも違和感なく飛ばすことができます。コード変更もスムーズに行えてますね。軽量ボディに6ミリながらもパワフルなモーターが功を奏しているのだと思います。狙ったところに機体を持って行きやすいのでもっと攻めた飛びも可能でしょう。屋外フライトテスト、少しビフが感じられる屋外でのフライト、プロポとのリンクが成立すると電波感度が0から計測値に変わります。屋外ではリモート切れなどによるロストにも細心の注意を払いたいですね。安定したホバリングによってお気軽な空中散歩体験が楽しめます。あらあら接触しちゃいましたね。シルバーウェアの優秀なところはこのように素早く立ち直りができているところとも言えます。レースコースなどでは接触はつきものですが、衝撃で狂ったジャイロ、どれくらいの時間で補正しきれるかも結構大事なのかなと思ったり。お手軽お気軽なタイニーウープ、 65mm フレームで 6mm モーターな UB ドローンの代表モデルを2つ立て続けにレビューしましたがどうですか。どちらも実に飛ばしやすいというのが正直な感想です。ベータフライトで選ぶか、シルバーウェアで選ぶか、価格で選ぶか、見た目で選ぶか、価値の持って勢いは人それぞれでしょう。というわけでどちらもおすすめとさせていただきます。随分無責任ですね。ご視聴ありがとうございました。